1793年のコルドリエ主導員、コルドリエクラブとして知られる、コルドリエ、正式には人間と市民の権利の友の会はフランス革命期の人民結社で人民協会とも言う。コルドリエクラブは憲法制定国民議会がパリの60の地区を廃止して48の区を新たに設置したときにコルドリエ地区の住民によって結成された。 クラブは最初コルドリエ修道院の教会で会議を開いた。コルドリエはフランスでフランシスコ会原始改則派に付けられた名前であるが、1791年以降、コルドリエ修道院の建物はカフェプロコープと同様にパリのドフィーヌ通りの集会場を兼ねていた。現在、修道院の建物は医学校に関連した解剖学のデュピイュトラン博物館になっている。 コルドリエクラブは王政とアンシャンレジームに対する革命的手段の推進に努め、特にリベルテ、エッグレテ、フラテアニーテの標語を普及させる役割を果たした。ギシャルダン公爵はそれに伴う演説を1791年5月に軍隊で行っている。コルドリエクラブはパリにおける食料の確保を任務とした。 革命軍の創設と理性の崇拝の創設に特に影響を及ぼした。この団体は1792年6月20日の国王に対する抗議活動と8月10日の王政打倒の運動に積極的に参加した。しかし、それ以後、もっと恩恵な指導者であったジョルジュ・ダントン、ファーブル・デ・グランティーヌ、カミー・ユ・デ・ムーランがコルドリエクラブから距離を置いたと考えられており、 クラブは JR エベル、FN バンさん、CPH ロンさん、AF もおもろのような恐怖政治の強化を要求していた革命家の支配下に置かれた。これらの革命家はアンラジェの極差をなすエベール派を形成した。こうして今やエベール派によって掌握されたコルドリエクラブではエベール派と恐怖政治を終わらせようと望んでいた革命家、特に ダントンとカミーユ・ユ・デムーランの間で抗争が勃発し、それはまずデ、デムーランによって、彼が編集していた雑誌の市場において始まった。デムーランの雑誌、ルビュー・ユ・コルドリエは、デュシェーヌ・親父に対抗して1793年12月にデ、デムーランにより出版された。これらの恩恵な革命家は、バンデ反乱鎮圧軍のエステルマン将軍の支援を受けていたが、必ずしも全てが、 人道の考慮を動機としていたわけではない。ファーブル・デグランティーヌやフランソワ・シャボのような人物は妥協し恐怖政治の過酷さを恐れて彼ら自身の生命を案じしていた。コルドリエクラブはダントンとデムーランを追い出し、ロベスピエールを彼の恩恵を理由に非難したが、コルドリエクラブが企てた新たな反乱は失敗し、 その指導者たちは1794年3月24日にギロチンにかけられ、それ以降コルドリエクラブは歴史から姿を消した。コルドリエから出てきた論文は、ジャンモリストゥルヌー、ビブリアーグロフィデリストワールで、パリペンダントラレボリュシオンの i ナンバー4204から4210、2ナンバー9795から9834と11813に挙げられている。 A, ブージェアールレコーデリアーズドキュメンツポアーサービアエイリストワールデラレボリュシオンジールノートルパリレイボルシネアジートリドンレヒーバーティスツプラントコントリユヌカラムニーデリストワールも参照。最後に挙げた著者は4ヶ月の懲役の判決を受けた。彼の著作は1871年に再出版された。1790年に、 コルドリエ修道院で発見された絵の目録は、ジェイギ・フレイにより出版された、ヌーベル・アーカイブズ・デール・アート・フランセのエイトと、第2シリーズの3にある、セルクル・ソシアル。ありがとうございます。